この公共さん真面目にやってないでしょ。この公共真面目にやってないよね。あ、やったボット行った。よし、はい、どうも皆さん、ミッドレーンが強奪されかけたんですが、なんとかね復活することができました。タンクダイアナやっていこうと思います。よろしくお願いします。まあ序盤はね、まあ、とにかくこの頑張って悪役を貯めましょうということなんですよ。それ以外言うことがありません。でさっき強奪されてたのでレベル3がついてます。ありがとうございます。序盤ね、まあ、初手涙積んでる関係上より弱くなってる。前よりレーンがちょっとね、まあでもね、なんだっけ、名前忘れる、毎回名前忘れちゃう。あのアイテム冬の訪れ買ってからね、シールドバッシュをね3回発動できんの。なんと今で2回発動できたわけ。 W の再発動分で2回発動できるだけでもね結構特別だったんだけど、フィンブルウィンターになることによって3回発動できるんだよね。フィンブルウィンターのシールドで1回で W で2回だ。これすごいね、強くなってるはず。いきなりですが、帰ろ。おいしい。ちょっと後期何しに来たの？ちょ、後期頼むって。後期頼む、後期頼むよ。なんで、なんでこいつ、ちょっといい感じだとに。あー、もう後期壊れちゃった。これやばかった。帰った、帰ってくか。多分帰ってくれ。頼むからボットリに帰ってくれ。どこに帰るんだいつは。あ、帰った、本当に帰った。いやー、結構近づくのが厳しい。それこそ今回からのシャッタードなんちゃらかんちゃらがあるせいで、多分アリビアめっちゃ辛くなってる。そうそう近寄れないから。あ、今の結構曲がってる。スキル全部かわしてるな。9も1回打てるの。いてー、ナイスー。 OKOK、 ナイスナイス、おいしい。後期俺たちいろいろあったけど、こいつのこと一緒に倒そう。ナイス。 おい、俺のキルなんだけど。はい、皆さん、パワースパイク。これ大事なのが、まず9位で突っ込むでしょ。で、オタラック一発入れんの。で、そうするとね、シールドつくから、で、それでシールドバッシュ1回今発動させて、で、W 使ってまた発動させてっていう、回し方をしてみる。結構、スキル打つ順番大事。今ので生き残れんだよ、僕ね。これシールドっすか、待って。あ、これ厳しいか、さすがに。バッカシールって、待って CC 長すぎる、マジで一本受けなかった。あ、でも頑張ったぞ、今のだけで800ダメージ防いでる。ビンビルウィンター2回発動した、850ダメージ防いでます。これやっぱすごいぞ、マジで。これすごいぞ、みんな。で、今回相手さ、 AP チャンピオン多いから、それこそこれアビサルマスク積んでみようか。うん、僕これマジックダメージだから、確かシールドバッシュはマジックダメージ、これ追加魔法ダメージだから、完璧だ、完璧だわ、みんな。アビサルマスク完璧だ。
まあ、ワームとかでもいいんだけど、今回はアビサルにしようかな。お前の敵は俺が取る、任せてくれ。いいよ。やべやべ、タワーが。ちょっと、マジかそれ。まあ、タワーからめっちゃ食らっちゃったな。俺の前バット。な、今ので死ぬのマジ初めてかもしれない。待ってろ、ビエゴ、俺が今救う。俺が今救ってやる。さすがにパワーが痛すぎ。ちょっこのオンの壁のせいで前見てる。よっしゃー、今多分キルできると思ったんだろうね。エリス突っ込んできたら、あ、これさすがにか。そう、やりすぎたか。強すぎマジで、ありえねえ。強すぎマジで、強すぎマジで、やばくないこれ。みんな本どこ行った。本くん誰も倒せないもん、こっちのこと。火力もねめっちゃある。普通に今体力半分ぶっ飛んだしね、アニビア。しかもみんなこれ相手結構セミプロ集団よこれ、マジで。このペコッテさんはね知ってる人多いと思う、あのスカウトに出てたから。普通にねセミプロ集団なんだけど、ゴプリかなわかんないけどさ、そこでもねやっぱ機能しちゃってるからね。これ大変なことよそれは。あれ今当たんなかったか、ウルト最悪。減らねえ、減らねえ全然。アビサルマスクのダメージどんぐらい増えてんだろう。910ダメージ増えてる、結構いいんじゃない。ここでシールドついてから W でもう1回襲いかかる。最強か。ナイス、美しい集団戦だ。今すごい綺麗だったね。 GG、 いやマジで強い、マジで強いですよ皆さん。これ使おう。 GG、フロートファイヤー3200ダメージ、アビサルマスク、まあ、アップしたダメージだね。これ正確に言うと2224ダメージ。ピンブルインタルフセルダメージ4000と OP。